ね、かも、ちょっと重ねてね、録音してみようと思います。どうなるか。作れないものはない。ね、まあ、デコボコしとったらあるけどね。2人が喋ってるみたいな。いや、喋るな、お前。この間はね、これでカポが、これカポが怪しい話なんですよね。ね、鉛筆で作ってる。会社にはね、3つほどカポある。会社にはあるんですよ。っていう話。幸せだと思える瞬間がありますよ。